我が家にもとうとうアベノマスクが来たー。はい、ようやく来ました。もう来ないもんだと思いました。アベノさんありがとう。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますの方もいらっしゃるでしょうか。反町隆史です。いや嘘です、ゆきみよんせらです。本日は久しぶりにヤフー知恵袋に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりなんでね、まあ、これ今日15日ですよ、6月15日。結構この辺遅いですかね。ようやく来ましたね。では一つ目の質問いただきたいと思います。ありがとうございます。投稿のバスが同じの投稿のバスが同じの一つ下の男の子に一目惚れしました。投稿のバスが同じの一つ下の男の子に一目惚れしました。これは女子からの質問ですね。見た目がクソタイプで特に髪の長さといいドタイプで顔はマスクでほとんど隠れているからあんまり見えないけどめちゃくちゃ小顔です。見る限りおとなしそうな雰囲気でもう最高です。今んとこ接点がないけどめっちゃ話してみたいです。絡みが欲しいです。どうしたらいいですか。私からガツガツ行くのは惹かれますかね。これは1か8かですね。おとなしそうなんですね。顔は隠れてるのにもう髪の毛とかいろんなものがタイプなんですよね。喋ったこともないのに。これでも喋ってみないと分かんないですよ。もう自分が行くしかないですよ。向こうからはおとなしそうだったら絶対声かけてこないしね。まあその惹かれた惹かれたで終わりです。でも方法はそれしかないですもんね。知り合いになるっていうのはね。だから周りに知り合いがいたらまた話は変わってきますけどね。どうなんですかね。いいですね。同じバスの多分投稿やから絶対毎日こう一緒になるんでしょうね。同じ時間に乗るから、ね、そういうのちょっと憧れます。僕チャリンコ通学やったんで、チャリンコ通学で、まあ、僕一つ話があるんですけど、まあ、これにちょっと似たような話なんですけど、僕高校の時にこう毎日自転車通学なんで毎日大体同じ時間帯にこう同じ場所を通過するんですよ。だからすれ違う人も大概同じ人やったりするんですよね。特に僕はこうあっちに向かう、向こうはこっちに向かうで、まあ、大概こう交差する場所が一緒なんで、ちょっと交差する場所がちょっと僕は何て言うんですかね、こっち側やったら俺ちょっと今日俺遅刻するんかなとか、だいぶ向こうで交差したらあれ今日俺むっちゃ早いんちゃうかなみたいな、その女の子見て大体のこの時間帯を僕はこう把握をしてたわけですよ。ほんでいつもでもそれがまた豊里大橋かな、あと淀川を渡る大きな豊里大橋ってところで大概こう交差する。その子はね女子校に通ってたんですよ。で僕はこの男子校に通っていて、まあだから向こうは向こうから淀川を渡る、僕はこっちから淀川を渡る、こう交差するわけですよ。ほんで毎日会ってるうちにこう会ってるうちがまあ見るんですけど、ああなんか、まあ、可愛いなと思ってきて、むちゃくちゃ可愛いし、ほんでなんかだんだん俺を意識してるようにも思い出すよ。こっちを意識してるからね。ほんでなんかもしかして向こう俺好きなんちゃうかなとかいろいろ考えてアホなことを考えてね。ほんでまあ、ずっとその多分1年2年の時は別に、まあ、その会話もないですよ。その知らない人同士だからね。でもそれでも毎日こうすれ違ったんですけど、ある時でこう友達どこやったかな、どっかの男子校の文化祭に行ったんですよ。文化祭、学園祭っていうんですか、文化祭で行ったら、そこは男子校なんですけど、そこは、ね、いろんな女子校からもいろんなこうお客さんが来ていて、偶然なんとその子とその文化祭で会ったんですよ。その何高校やったかな、大阪高校かな、大阪高校で愛川かどっかにある高校の文化祭で、その女の子はね、その近くの女子校に通って整形とかなんか女子校に帰ってたんですよ。ほんでそこでねこうわーってなって、うわーってなったんですよ。あの子やと思って、ほんでああこっちはなんか向こうちょっと気あると思ってるからなんかチャンスやと思ってるんです僕はね。ほんでなんかなんかのきっかけでなんか
僕のこととかどう思ってるんですかって言ったら、なんかちょっと気持ち悪いと思ってますって言われたんですよ。そういう痛い思い出があります。まあどうでもいいですけど、以上です。あ、だからこれはやっぱり自分から行かないと、こういうなんかずっとニヤニヤしてたら気持ち悪いですって言われる可能性が出てきますので、一発でガーンってかましてください。じゃあ次の質問いただきます。高一です。男子小さい人多いけど今から伸びるんですかね、これ身長ですかね。高校生からって高校の3年間でなんか8センチぐらい伸びましたみたいな人もいるしね。なんか高校卒業するぐらいまでちゃうから伸びるんで、大学生なんてまだ身長伸びてる人どこるんかな。僕はもう全然高1ぐらい止まったような気がしますけどね。どうなる、どこまで伸びたのね。それこそ僕なんてあのプロレスラーになりたかったんで、もう中3まで牛乳ガブ飲みして、僕牛乳飲めないんですけど、我慢してミロとかにしてこう牛乳ガブ飲みしたけど、まあ全然伸びなかったですけど、身長は多分ね高校生はまだ伸びますよ。で今の男の子ってみんなシュッとして背も高いような気がするんですけどね。はい、次の質問いきたいと思います。ありがとうございます。オムライスに玉ねぎは入れますか。はい、これはねオムライス玉ねぎは入れます。はい、逆にあれ入れるよね、玉ねぎ入れます。じゃあ続きましてです、質問いただきましたありがとうございます。はい、男の子が LINE でいきなり何日予定ありますかって聞いてきたので、ないですって答えたらやっぱり何もないですって言ってきたのですけど、これってどんな心理ですか。わざとですか、これどういうことでしょうね。男の子が LINE でいきなり何日か予定ありますかって聞いてきた、ね、こっちがないですって答えたらやっぱり何でもないですって、送る相手間違えたんかな。おかしいですよ、これってどんな心理ですか。わざとですかって、わざとってない。でもこれおかしいですね、どういう心理。なんか緊張しすぎて、でこの子のこと好きでデートしたくて何々予定ありますかって、ないですって言われたら急にビビってもうて、あやっぱいいですって、なんかこのやっぱ何もないです、やっぱっていうのがほんまはなんかあったはずなんです、やっぱ何もないです。だからもしかしてそれか分かりませんね。だからいい感じだったらいいですけど、以上です。じゃあもうそろそろ次の質問で最後にしたいと思います。最後の質問です、ありがとうございます。はい、阪急のエスカレーターを降りてすぐ下にマクドありますよね、そっから御堂筋線ってどうやったら行けますか。これね、これ質問がちょっとね、これはどこのエスカレーターか全く書いてないけど、これは多分子供かなんか書いてるかな。でもこれ阪急のエスカレーターって言ってるんで、これでしかもマクドって言ってるんで関西で大阪なんですよ。で阪急のエスカレーター降りてすぐ下にマクドがあって御堂筋線に乗りたいというのは、これ梅田なんですよね、阪急の梅田駅なんです。で阪急の梅田駅の、まあ、一番端っこのこの出口ですね、一番端っことか一番メインのエスカレーター降りたところにマクドがあるじゃないですか。で右行ったら JR って、まあ、今この梅田がどうなってるかって、あの辺がどうなってるかあんまりよく分からなくて、僕はやっぱりあの地元がその阪急衛星だったんで、毎日こう電車乗ったりしてたんで、で毎日のように梅田に遊びに行っとったんです。遊びにほんま何をするわけでもなく梅田に行っとったんで、ほんでまあマクドナルドがあって、うん、だからエスカなんていうの、まあ、ここにマクドがあったら御堂筋線ってこの辺なんですね。かあれこうあれどっちから行くやろ、なんか奥に行って阪神の方からも御堂筋乗れるはずやし、なんか JR の方からも御堂筋線乗れるはずやからね。これはね、あなんかね分かるよ、あのなんかねどっちが近いとかあるんですよ。僕この昔こう御堂筋線から難波からこう地元に帰ってくる時に、梅田で乗り換えをスムーズにこう教えてくれた女の子がいたんですよ。だから名前も全然知らなかったですけど、まあ、綺麗な女の子でした。でその子、まあ、僕の歌を聴いてこう帰り一緒に帰ることになって、その梅田の地下鉄あの御堂筋線から阪急の乗り換えのルートを教えてくれて、それがなんかあこんな近いんだと思って、この今まで通ったの遠いわと思った覚えですよ。そして僕は近道って曲を書いたんですよそうそうそう、近道有名の近道をって言ったんですけど、それを書いたんですよね。
そう、そんなことがあって、だからまあ、まあ、まあ、っすぐ行っても右行っても多分行けると思います。はい、どっちが近いかはそれ行ってみないと分かんないですけどね。あの多分奥の方で阪神の方から行った方が楽ですね、あの階段上がるより。以上です。今日もそんな感じで、あのありがとうございました。有機ミリオン世代でした。もしよければこうチャンネル登録お願いします。これからもあの YouTube ちょびちょびアップしていますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。